うもお豆です。はい、ついにね BMG ドライブのアップデートをやってきました。さあ今回はね、ゲームは開かずにちょっとねサイトの方だけ見て、まあ、アップデート確認っていうことになりますね今回の動画。さあとりあえずね見ていきましょう。マジでね今回のアップデートすごい、本当にね今までもすごかったけど今回も相変わらずこのゲームすごい、本当にマジで神アップデートです。まず、はい、今回ね、追加されたバージョンが 0.27 で、砂漠をまあ征服するっていう、まあなんかタイトルなんだけど、ね、今回まず新しいマップが追加されましたね。ジョンソンバレーっていう名前のオフロードアベテン、噛んだね。オフロードアドベンチャーを探している人にとっての最高の目的地であり、南カリフォルニアの実際のね、太陽物と、まあ、近隣のケルソー砂丘の、両方に、まああの、両方がね、まあ入ってるみたいな感じですね。まあ実際にあるようなマップなのかな。まあこんな感じのね、砂漠だらけの、まあ、マップなんですけどね、こういうオフロード車で遊ぶのがめちゃめちゃ楽しいマップなんじゃないでしょうか。さあ、実際がこれでコンセプトアートがこれって感じか。あ、実際にね、こういうマップが、マップっていうかまあ、街があるんだね。街っていうか、まあ州があって、で、コンセプトアートがこんな感じ。で、そのコンセプトアートから、こんな感じでゲームになったと。いやー、今回やばいよ、本当に。そう、今回ね、なんとね、新しい、まあ、車って言っていいのかな。まあ、新しいね、見た目の車が、まあ、約5台追加されます。まず SP の、デューンキッカー。デューンキッカーって読み方合ってるのかな。まずね、新型の砂漠のトラックでございます。まあ、こんな感じのね、なんだろうね、またね D シリーズとはまた違う感じ。もう本当にねもうそれ専用みたいなトラックやね。 D シリーズはまださ市販ベースで作られてんだけど、こっちはもうマジでボディから全部新しく作られたピックアップトラックやね。ほんまにレース用って感じやね。いやーガチ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 でマジかっこいい。内装やばないこれ。だってもう本当にそれ専用みたいな車あってるよ。で2台目がね、こんな感じ。 SP6バッシャーであってるのかな。こちらはね、バギーか。バギー。こっちピックアップトラックで、こっちはバギーだね。やばいよ、これ。ほら、見て、この見た目ね。いかち、マジで。やばいやばい、いかついかつい。めちゃめちゃいかついからね、これ。重心が低い。で、独立したサスペンション。ほうほうほう。わ、もうすごいな、このマジで。もうすごいよね。ガチガチよ、こっちも。ウェイ、大ジャンプ。おお、いいな。うわ、早くやりてえ、これ。いやー、すっげえよ、これ。かっけえ。リアエンジンか。MT じゃねえわ。MR だね、これは。いやー、マジかっこいいな。で、次にね、オートベロ。オートビールかな。オートビールのもう、オートバギーですね。これはね、ピッコリーナがベースになっています。ピッコリーナをベースに鬼魔改造された車ですね。まあ、こんなんあるよね。現実でも。はい、もうこんな感じのね、見た目の車、まあ、バギーでございます。すごいね、もう、まさにね、実際にある車を魔改造したみたいな、バギー。いやー、いいな、これ。マジで、かっけえな、これ。これ RR だね。こっち MR で、こっちが RR になってますね。おお、やばいやばい。すっげえ、バネの動きやばいね、これ。シクンシクンなっとるよ、これ。シクンシクンって言い方あれやけど。やば。かっけえ。で、はい、オートビールの次は、まあ、また同じなんですけどね。はい、これですよ。皆さんお待ちかね。はい、皆さんお待ちかねのね。ピンツガウア。まるでピンツガウア。ちゃんと4輪と6輪両方止まったね。ははか、これかっこええな、マジで。いかつ。マジでおもろい。すげえすげえ、もうサスペンションの動きがもう見てて気持ちいい。で、なんかこんな感じのね、なんか軍事シャルみたいな、仕様もあれば。ああ、このパトカーもあって。
わ、すっげえすっげえ。いやー、やばいよ、本当に。そう、こんな感じでね、消防車もあるんだよ。いいね、今までね、はしご車がなかったからね、まあ、まさかこんな変わったはしご車が初めて追加されるとは思ってなかったけど。はは、これは。かっこええ。ちなみにね、内装も結構ね、これピンツガウアーに似てます。もう絶対意識したやろっていう車やね。で、次、これもね、面白いね。FPU、ウィドラ。これはね、もうザ・バギーって感じ。本当に可愛いバギーやね。8輪タイプ。まあ、一回モッドであったような、まあ、車やね。ポンポン跳ねとる。これね、面白いよね。こっちのね、4輪タイプもあるんだよ。これ GTA にあった車にめちゃめちゃすっくるよね。プカプカ浮いとるし。いや、こんな穴が転がっとるし。こんな車追加するってやばない、マジで。ほんと。マジ、いい意味でイカれとるわ。これね。いやー、FPU 面白いな。で、なんかこんな感じでバイパスショックアブソーバーシミュレーション。もう俺もね、よくわからん。本当にわからん。減衰とかね、マジでね、サスペンションの関係俺マジで何もわからん。本当に。けど、とりあえず、めちゃめちゃリアルなシミュレーションができたよって感じですね。めっちゃリアルなシミュレーション、サスペンションのシミュレーションできたから、これを、このゲームに追加したぜみたいな感じですね。いやー、すごい。で、なんか、あれやね、電気自動車のシミュレーションも大きく改善されたらしいです。いやー、マジでね、もうどん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 、BMAG 進化していってます。この機会に、私たちの10年間の開発の旅を通して、皆さんに感謝しますと。特別なホリデーギフト。私たちが作成したのと同じように楽しんでいただければ幸いです。まあ楽しかったんだね。作ってて何気に。これはね、ほんと、今回すごい、そう、これがね、無料でね、プレゼントしてくれるっていうのがね、すごいね、ほんとに。2500円でこのレベルのゲームができるってすごいよね、マジで。いやー、マジ、やばいね。まあ、こんな感じのね、まあ大雑把なアップデート内容なんだけど、なんとね、これ以外にもね、結構追加要素があって、例えばね、D シリーズのオフロード構成だったり、新しいね、あのピックアップトラック、オフロードピックアップトラックが、まあ追加されてたり、で、ホッパーがね、ホッパーもね、なんか新しい構成できてたりね、まあいろ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 。で、マップもなんか、あのね、西海岸が結構リニューアルされたらしい。で、ミッションもね、何個か出てきて、で、他にもね、細かいアップデートがたくさん。車両システムだったり、まあダメージ関係だったり、そして画質。で、UI だったり。あとね、なんか、オーディオ、まあ音量もそうだしね。で、画質、とりあえずね、画質がなんかすごい良くなったね。で、リプレイもなんか、これ結構あれじゃない？クリエイターさん嬉しいんじゃない？リプレイもなんかね、今まではね、スローモーションにするとカク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 ってなってたんだけど、そのカクカクさがすごいよ。抑えれるモードがあるらしい。いいね。で、トラフィックとか AI もね、変わったりしたし、もういろいろね、ゲームエンジンだったりね、なんか、エディターだったりも、本当にね、もう変更要素がめちゃめちゃある。すごいね、一個のアップデートでここまで進化するゲームなかなかないよ。まあ残念ながらね、俺が一番欲しかったね、車両が汚れる感じとかは、なんかまだ追加されてないみたいだね。残念。まあ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 、でもこんだけね、車追加されて、マップも追加されたら、もうすごい十分ですね、本当に。いやー、マジで遊びて。今回はね、ごめんね、こんな感じでね、とりあえず一通りアップデートを紹介したところで終わりたいんですけど、またね、動画をね、撮って編集し次第、いろいろね、アップデート内容を上げていくので、楽しみに待っててください。それじゃあ、お豆でした。バイバーイ。皆さん、アップデート楽しんでください。